はレミコのこうですね。OK Google 音楽止めて、さあ明日ね、見学にね来てくれるんですけど、この子は、レミコッコっていうレミコのお母さん犬ですね。お母さん犬でここにいる、あレミコかわいいね。ここにいるチンマイコね、この子が子供ですね。この子は男の子です。で、お父さんちょっとアルパカカットをしてますけど、お父さんです。なので、シルバーのお母さんとホワイトのお父さんの組み合わせで、生まれた、シルバーの男の子です。今はね、耳の先っぽと足の先っぽがちょっと、濃いめの色で、黒目で、ワンポイントになってますね。背中のトップあたりもまだ色が濃いですけど、シルバーなのでこれから徐々に色が抜けて、お母さんのようなね、最終的には色になるんかなと思っています。で、お母さんは、割と体格はいいんですが、お父さんは 1.6 キロぐらいのね、小さめのタイプになります。はい。で、どちらかというとこの子は、あら、こんなところにおしっこしちゃった。だいたい、2キロから3キロの間。あら、今ね、おしっこしたのは、レイちゃんの子ですね。はい、レイちゃんの子がおしっこしました。ちょっと拭きます。ご飯ができたみたいなんでね、一回撮影をやめて帰りたいと思います。レミコはね、レミちゃんという子がいて、その子の子供でレミコにしました、名前はね。で、この子はこっちの後ろの方の子ね、後ろのこの子はレミコの子なんで、レミコッコというふうに呼んでます、ね、はい。で、もう一匹のシルバーの子は、この子は、レイちゃんの子です。この子も、募集中ですね。